中年のタッキーです。今日はね、あんまりいい出来じゃないんですけどねこのカメラ、これね、以前もね一度、出ましたけど、これミノルタフレックスのタイプ C だったかな。発売されてる当時はね結構な、高級カメラだったんですけども、それでねリバーサルフィルムで、撮影してきました。そのリバーサルの現像が上がってきたんでね、動画にしようと思いまして、それでは動画スタートしてまいります。はい、このミノルタフレックス以前もね動画で、出したんですけどもね、昭和30年前後のねクラシックカメラということで、当時ではね相当な高級機で、普及カメラが5台買えたっていうぐらいのね高級機だったらしいです。レンズはねテッサータイプ、テッサーのコピーレンズですね。4枚玉で、80mm の F3.5 だったのかな、あれ忘れちゃった。80mm の F3.5 だったと思うんですけどね、ミノルタのね千代っ子6コール75mm だ、 75mm の F3.5 ということで、この当時のカメラってシャッタースピードがだいたい200分の1とか250分の1がマックスのカメラが多いんですけど、こいつはね500分の1まで切れます。500分の1まで切れ、結構速いスピードで切れるんで、現代的なね作り方、写真の作り方できますね。で500分の1の時はねこれシャッターチャージがすごく重いです。うわーみたいな感じになりますね。それでもまあ500分の1で切れてるみたいです。で今回ね実はこのカメラとね、再々出てくる EOS5D の Mark III ですけど、このカメラとね比較のね、比較を作品のねそのディテールとかの比較をしていこうと思ったんですけども、このカメラにフィルムを装填したのが実は去年の9月の終わりなんですよ。紅葉を撮ろうと思って、で紅葉が全部空振りに終わってずっとフィルムが入りっぱなしになってて、でなんていうんですか、シャッターが粘っちゃったみたいんですね。半年間の間にね、でシャッター速度が若干遅くなってね、リバーサルなんで露出オーバーが許されないんで、全部ねその桜の写真がね露出オーバーになってしまってて、でこいつのこの EOS5D では秋の写真がねもう消えちゃって残ってないんで、ディティール比較ができなくなってしまったんで、今回はねもうそのリバーサルで撮った作品というか写真を紹介していくだけになります。で秋の写真、今からちょっと紹介していきますけど、秋の写真はね露出そのままで、正常でした。結構ねいい赤が出てると思うんですけども、これね富士クロームのプロビア100で撮影しています。プロビア100っていうのはね忠実再現の、だからなんていうんですか、そのままレンズで見たままの色で写ってると思います。で桜の方なんですけど、桜の写真は全部ね露出オーバーになってて、でiPhone のアプリでねその補正をしてこれだけまあなんとか見れるようになったなっていう、写真になってます。でリバーサルはねやっぱ露出オーバーとか露出アンダーに弱い、特に露出オーバーに弱いんですね。でまあでも補正したらなんとか見れるようになるんでね、その失敗を恐れている人もねまあなんとか見れるように なってるんで、これ取り込んだ時は真っ白だったんですけど、補正すればなんとか見れるようになってるんで、まあ挑戦してみてもいいと思います。でまあここまで見てもらったんですけども、このねカメラね、まあ、通常はね、35mm までこのぐらいの大きさじゃないですか。で、これはね、6×6 なんですね。で、写真見てもらったのはちょっと、16対9に、フル画面に、出るように16対9にトリミングしてますけど、まあ、こういう風にスクエアの写真が撮れるんですね。これが撮影面なんですよ。こんだけでかい、35mm ってこのぐらいなんですけど、これフルサイズのね3倍ぐらい、の画面サイズっていうかセンサーサイズですかになってくるわけで、まあ写真をちょっとやってる人だったらわかると思うんですけど、センサーのサイズがでかければでかいほどね解像度が高い、ということなんですけどね。まあ解像度が高いといってもね
アナログなんで、解像感はそこまで高くないんですけど、ちょっとこの2枚をね比較してみる。1枚目がね、何もいじってないというか、トリミングして16対9にした写真で、2枚目の方がね、その一部分をめちゃめちゃに拡大した、写真になりますけど、もうここまでね引っ張ってもね、なんていうんですか、これだけ改造してるんですね。フィルムはね粒子なんで、どうしても解像感っていうのはそこまで伸びないんですけども、これだけ伸ばしてもね、こんだけのね解像度が得られるっていうことはね、やっぱねその画面ね、フィルムサイズのデカさっていうのもね、いかに効いてくるか分かります。これね、でまあ6対6のサイズなんでね、ブローニーフィルム、1本でね、だいたい12枚しか撮れないんですね。で、645って言われる、中盤カメラがありますね。ペンタックスとか、まあ、いろいろあるんですけども、クラシックカメラでも結構ね、645で撮れるカメラはあるんですけど、そいつらだと16枚撮れるのかな。で、リバーサルフィルムが現在、プロビアとかベルビアとかが、1本1000円ぐらいなのかな、ブロニーが1000円ぐらいで、現像がね今回ね北村さんで現像出したんですけど、1本770円でした。これ645で撮ると、16枚撮れて、770円現像なんで、32枚撮って現像が1500円ぐらいと考えたら、645で撮ったらね、35mm フィルムカメラとね、そこまでコストは変わらないような気がしますね。まあ、現像代がね、その高い店とか安い店とかあるでしょうけど、今回ちょっと770円。いつもこんなんなのかな、もしかしたら2本3本出したら安くなるのかな、今回2本まとめて出しましたからね。まあ、そんな感じでね、770円で現像して、12枚ですけどね、今回はね、645で撮ったら16枚、 2本撮ったら32枚ですね。コスト的になんか合うものになってくるんで、ブローニー写真ねやってもいいと思います。やっぱね、フィルムサイズがでかいんでね、すごい画像がいいですよ。で、まあ、今回プロビアのね100で撮ったんですけどね、ベルビアに違ってやっぱね、圧倒的にね色は穏やかな色になってると思います。僕はあんまり色が見えてないんでわからないですけど、ちょっとね露出オーバーのやつを補正したやつはちょっと色が転んでるかもしれないんですけどね。リバーサル写真ね、やはり特に紅葉のね赤とか、桜のピンクとかね鮮やかに映るし、なんといってもねプロビアもそうなんですけど、空の青がいい色に映るんですね。で、どうしてもね、そのカラーネガだとその光の三原色を加えて後から色をのせるっていうんで、リバーサルフィルムはね実際に見た色を記録に残しますから、デジタルカメラもそうじゃないかっていう人いるかもしれないんですけど、デジタルカメラっていうのはね完全にね見た色をね記録してるわけじゃないんですね、実は。ある程度予測が入ってるんです。だから完全にね見た色を記録してるわけではないんで、そういう意味ではね、そのリバーサルフィルム、それもね、フィルムサイズがでかい、中盤カメラっていうのはね、すごく楽しいものになってきます。見ても楽しい、撮ってても楽しいです。結構ね、今回ね、ピント合わせに苦戦してね、ピントが出てないやつも実はあるんですけど、救出できたね、写真がね、こんだけしかなかったんで、まあ、ちょっと我慢していただくという形なんですけど、どうしてもね、私最近老眼が進んでるんで、ピント合わせが難しいものになってるんですね。この辺はね、やっぱね、マニュアルカメラの難しいところで、一応ルーペがついてるんですし、ミノルタフレックスはね、この真ん中にね、もともとファインダーの真ん中にも、そのルーペがついてるんですけども、老眼がどんどん進んでね、ちょっとピント合わせが苦しくなってきてる、現状であります。まあ、今日のね、動画はね、こんな感じなんですけどもね、もうちょっとね、いい老眼鏡を買わなきゃいけないなってそろそろ、思っとるんですけど、未だにね、これ100均の老眼鏡を使ってるんで、なんかね、意地でね、二眼レフカメラね、そんなに高くないんでね、こいつだったらね、だいたい4、5000円で
ヤフオで出てるんじゃないかな。僕もの、これはね、4000円ぐらいだったんかな。で、一応ね、後ろ玉だけ清掃したんですよ。このカメラはね。前玉を清掃すると、この仮側を剥がさなきゃいけないんで、後ろ側だけ清掃して写真撮ってますけど、綺麗な写真撮れてますよね。メンテナンスも比較的容易なんですけど、今回ちょっとシャッターが粘ったのは、多分ね、何回かシャッター切ったらもう解消すると思うんですけど、やっぱ半年、古いカメラはね、半年フィルム入れっぱなしで置くとダメですね。これからは気をつけようと思います。ていうか、いや、フィルムはやっぱ一気に取り切らなきゃダメですね。はい。ではね、今日は、視聴者様の作品紹介と俺のカメラのコーナーがあります。まずは、作品紹介のコーナーからいきます。はい、作品紹介のコーナー、トップバッターはね、イクオさんですね。タイトルが1枚目、春のせせらぎ、2枚目がね、稲城梨之助スコープドッグということで、カメラがニコン F3HP、ハイアイポイントですね。レンズが AI ニッコル 50mmF1.4、フィルムがどちらもオリエンタルニューシーガル100。これ多分中身はね、ケントメア100だと思うんですけどね。で、作品見ていってもらいますけどね、1枚目はね、日がさんさんと照ってるね、河原で、奥の方人が歩いてる感じなんですけども、2枚目がね、これ、稲城梨之助スコープドッグということで、ドリームロコモティブさんがね、以前ロボットのね、写真、送ってもらった、スコープドッグの写真を送ってもらったと思うんですけど、それと同じ場所なんですね。でね、この写真でのおかげで、どんな状況なのかっていうのがね、よくわかりました。こういう場所なんですね。これなかなか面白そうですね。行ってみたいと思います。で、1枚目の写真なんですけど、すごく惜しいと思ったんで、ちょっとね、この写真なんですけどね、ちょっと露出オーバーになってしまうけど、これをね、トリミングすると、トリミングするとね、結構ね、いい感じになります。トリミングはね、悪っていう、人が結構いるんですけど、いや、僕は作品を作るんだったら全然トリミングはありと思ってます。これトリミングするとね、かなりいい雰囲気になると思うんで、僕はこっちが好きかなと思いますね。はい、イクオさん、ありがとうございます。次が、池さんの作品で、タイトルがね、春まみれ、カメラがキャノン EOS 70D、EF-S18135 F3.5 から 5.6 IS-STM、絞り F8、 シャッタースピード600分の1、 ISO 感度200、トリミングありということで、これデジタルですが1枚ということでね、この作品なんですけども、もうタンポポとね、これミツバチかな、ものすごい素晴らしいショットになっておりますが、惜しいところではミツバチがこっちを見た瞬間を撮りたかったですね。まあ、もう難しいんですけど、ね、動きもんなんで。で、これね、18135で撮られてるっていうことなんですけど、できればマクロ付きのレンズで撮りたいですね。最近ね、マクロレンズ、以前はね、ずっとね、EOS で撮ってね、この2470のね、マクロで撮ってたんですけど、どうもね、やっぱマクロのレスポンスが悪いんで、この間ね、レンズ1本買いました。この間ね、写真のお仕事があってね、それでちょっと収入があったんで、これ買ったんですね。これ、古いレンズですけど、これね、EF100mm、F2.8 マクロということで、お仕事でね、子犬の写真を結構撮ったりするんで、85mm の F1.8 とか F1.2 とかでもいいんですけど、高くて買えないんで、それで比較的近くで撮ってってことで、マクロもいいかなと思って、このレンズ買ったんですけどね、これね、マクロレンズで撮るのもいいと思います。70D だったら、例えばこいつを買った場合だと 150mm、160mm 換算になるのか。で、結構ね、こういう写真寄って撮れたりもしますんで、花の写真はね、マクロレンズ1本おすすめですね。ちなみにこれヤフオクで6000円でした。ちょっと安かったんですけどね。安かった理由はね、ちょっと訳ありなんですよ。これね、スイッチ、AF マニュアル切り替えスイッチがね、ないんです。
これね、あの尖ったもんでね、あの動かせばね、切り替えできるんですよ。やっぱマクロ撮影ってね、あのバンバン切り替えるんで、それで、スイッチが壊れちゃったんでしょうね、多分ね。あのレンズはね、快調に動いてますけど、マクロね、レンズね、1本ね、仕入れるのをお勧めします。今からヤフオク見てみます。僕がこれ言って、あの 100マクロの値段が上がったりしてね。あ、これ普及レンズですけどね、結構いい写りすると思います。まだね、撮ってないんですけど、いいのが撮れたらまた動画で紹介していこうと思ってます。はい、次が、池さんか。池さん、ありがとうございました。次にミッシェルさんですね。ミッシェルさん2枚。1枚目が思い出よさようなら、ペンタックス MZ3 FA31mm リミテッド、で2枚目がね、日向ぼっこしながらの電車待ち、ニコン F AIS28mmF2.8、コダックプロイメージ100ということで、これ1枚目は多分コダ、あ、1枚目はコダックゴールド200だな。1枚目はね、通った幼稚園とかね、その武道館とか、そろそろ取り壊し、町民プールとか取り壊しになるで記録しておきましたということで、2枚目が、横浜方面に行った時、1月下旬に横浜方面に行った時のスナップということで、この思い出をね、残すっていうのはね、すごくいいことだと思いますね。あの、特にね、フィルムカメラは記録性、保存性に優れていますんで、自分のね、その、育った場所とかね、離れるときね、その引っ越しとかしてしまうときもそうなんですけど、取り壊しが決まったときとかにね、写真を撮る。例えば、電車マニアの人だったらね、ずっと大好きだった電車が引退するときの写真を撮るとか、そういう写真にね、フィルム写真すごくいいと思います。で、2枚目の方はね、これ光の境界線でね、素晴らしく印象的な写真になってます。ちょうどね、電車をね、ホーム待ちする人が、光の境界線に立ってて、それをね、逆光で撮る形になるんですけども、レンズに光がね、入らないんでね、もうコントラスト崩れもなくてね、非常に印象的な写真になってると思います。はい、ミッシェルさんありがとうございます。次がね、野良旅人さんの作品2枚。1枚目が秋日和。ソニー α7S、ソニー24240ということで、2枚目がね、待ちわびた春、ペンタックス645来ましたね、645N2 か、ペンタックス FA33 から 55mm ベルビア100ということで、これ2枚とも素晴らしい写真になってますね。秋日和の方なんですけどね、これね、古民家のね、なんか、向こう側にその紅葉、深いね、その、なんていうんですか、海潮で、見事に撮ってますね。これ、カメラのセンサーの能力もすごいですね。こんだけのね、ラチチュードじゃねえ、なんだっけ、ダイナミックレンジ。すごいね、雰囲気、いい雰囲気で撮られております。でもやっぱり2枚目のね、待ちわびた春ですね。これ、もう空の青が素晴らしいですし、解像感がものすごいですね。さすが中盤写真。これピントの位置も絶妙ですね。というわけで、野良旅人さんのこの作品、次回からタイトル画面確定です。はい、素晴らしい。こんな感じで、野良旅人さんありがとうございます。次が、一都市九さんの作品2枚。1枚目が古い窓、2枚目が車輪ということでね、どちらもね、カメラはミノルタ XD、MD50mm F1.7、ケントメア100を使われておりますね。これ2枚ともね、そんなに光はないんですけどね、こういういい雰囲気で撮ってますね。こういう写真2枚とも大好きですね。結構ね、みんなね、結構引いた写真を撮りがちなんですけどね、一都市九さん、この2枚ともね、ぐっと寄ってるんですね。で、被写体が持つ魅力っていうのをね、もうはみ出すぐらいの大きさで撮ってるっていう意味では、ものすごくね、強く印象的な写真になってると思います。一都市九さん、やりますね。はい、一都市九さん、ありがとうございます。今日の投稿はこれまで、ちょっとね、待機者が出てしまってますね。結構出てますね。次回も紹介しきれないぐらい、投稿が来ております。ありがとうございます。ちょっと今5人ずつの紹介にしようと思ってるんでね。俺のカメラも増えてて、待機が出ておりますんで。そんなわけで次俺のカメラ行こうと思います。
はい、俺のカメラ、今日もね3名の方を紹介してまいります。まずはね、トップバッターでねフリーマンさんの作品、これねコンタックスのねカメラたちをね、カメラたちですよね、撮って送ってもらってますけども、実はねこの、撮影風景をね、フリーマンさん動画にしてます。で動画のね何ですか、リンクをねコメント欄じゃねえや、なんだっけ、紹介この動画の紹介のねあの概要欄にね貼っておきますんでね、まあ、どんな感じでね撮影したのかっていうのね、写真はねやっぱ光なんですね。で光を工夫することによって印象的な写真を得られるということなんですけど、この写真たちはそうですね、もうちょっと印象的な写真を撮ろうと思ったらその角度とか大きさとかをね調整したらよかったんだかなと思いますね。僕的にはねもう このぐらい寄ってもいいかなって思うんですけど、まあお家の中でねその工夫してね光をね調整して、という意味ではねフリーマンさんの動画ね結構参考になると思うんで、よかったら見に行ってくださいね。フリーマンさん投稿ありがとうございます。はい、次がねドリームロコモーティブさんの、俺のカメラ、これは、健康 KF1N っていうカメラになりますね。ちょっと僕使ったことないし触ったこともないんですけど、ニコン F マウント互換カメラということで AI ニコン 24mm の F2.8 が付いているということで、数年前にソニー α7 にオールドレンズをつけて楽しむと思いニコンの AI レンズを中古で手に入れましたが、フィルムカメラでも撮影したくなって買ったカメラ。人とは違う自分流スタイルでニコン純正ではない F マウント互換の健康 KF1N をチョイスしました。機械式シャッターでシャッタースピードも2000分の1まで使えるのが嬉しい。しかしシャッターもちょっと安っぽい感じで本家ニコンには劣るかなっていうことなんですけど、この写真ちょっとねちょっとずるいっすね。ずるい、いやこんなのねすいません、印象的な写真にならないわけがないっていう感じなんですよね。いやードリームロコモティブさんね、ツイッターとか僕のツイッターとかでも紹介しましたけど、YouTube やっておられて、今回そちらのね動画のリンクも、つけておこうと思いますけど、フリーマンさんのとこと一緒にねリンクつけようと思いますけど、蒸気機関車のね写真とかね、その素晴らしい作品をねたくさんね動画でねスライドショーで紹介しておりますんでね、そちらのねリンクを概要欄に貼っておきますんで、このね写真も確かあったんじゃないかな、わかんないですけど、素晴らしい作品が見れますんでね、ぜひ、リンク先飛んでいただけたらと思います。はい、ドリームロコモーティブさんありがとうございます。次が、3名でね、サムライジャパンさん、の俺のカメラ2枚、オリンパス 35RC と、ペンタ、これなんだ、人生初のセミマン、このカメラなんだかわかんない、ペトリかな、あパールか、パール13か、これ蛇腹のカメラなんですけども、これ2枚目もいいんですけど1枚目がねすごく気に入りました。ちょっと前に送っていただいた写真なんですけど、ちょっとコーヒーを飲みながらカメラを見るっていうイメージなんですけどね、これお家の中で撮るっていうねコンセプトでね、いい感じで撮れてると思いますんで、ちょっとタイトル画面変わったばっかなんですけどすいません、この写真が次の俺のカメラのタイトル画面にさせていただきます。もうタイトル画面ちょっと週替わりになってきてますね。もうねいい作品が多いんでね、僕自身も迷ってるみたいな感じなんで、今回もね他にもタイトル画面のね候補の写真あったんですけど、ちょっとお茶飲みながらカメラを眺めるっていうね雰囲気がねすごく気に入りましたんで、この写真をね次回からタイトル画面にさせていただこうと思います。そんなわけでね、今日の動画はここまでになります。やったやっちまったのコーナーもずっと募集してますんで、やったいいのが来たとかやっちまったとか、もう特にね今外出自粛でねヤフオクとかねガンガン見てる人が多分多いと思うんで、いいのが来たりしたらねぜひ紹介してください。で次の動画なんですけどもね、次の動画は多分ねこいつの動画行くと思います。
これミノルタの α7XI なんですけども、例のね、ジャンクカメラたくさん買ったらどうなるっていう動画に出てきたカメラなんですけど、それでね、モノクロで撮ってきました。で、まだ現像してないんですけど、もしかしたら失敗してるかもしれないですけどね、現像してね、いいのが上がってたら動画にしようと思います。ちょっと頑張ってね、週2本動画を作っていってるんですけど、まあ、今日はね、なんとかね、睡眠時間確保できたんで、これまだ、これ今何時だ、朝の8時40分か、こんな感じなんですけどね、今から会社に戻って、トラックを洗ったら今日の仕事は終わりということで、ちょっとのんびりしてますんで、動画を作って今から会社に戻るところです。はい、次の動画もね、じゃあまた待っててくださいね。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。まだチャンネル登録してない方、ぜひお願いします。いいねと思ったらね、いいねボタンを押していただければ嬉しいです。ありがとう。で、過去動画のね、アクセスなんですけども、僕の動画のね、再生リストからね、入るとね、ジャンル分けして過去動画を紹介してますんで、僕の動画を最近見に来たっていう人、は、そちらからね、他の動画も見ていただければいいと思います。嬉しいと思います。撮影テクニックとかもね、動画にしてますんで、僕のね、まあ、大した能力がないんですけども、僕が考える上での、撮影テクニックとかも紹介しております。で、あと道路関連ネタということで、まあ、連休近くて連休長距離移動してほしくはないんですけど、道路関連ネタもありますんで、できれば動画見ていただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。それではまた次の動画で会いましょう。ごきげんよう。さよなら。